性格戻してくれたのに、性格戻してくれたのにあの状態になったってこと？あ、穴に入った？今なんか入ったな。え、おじいちゃんボス？まさか。そうかも。あれ？あれ？そうかも。トゲトゲや。カサゴいっぱい腕につけてんのかな。何？どこの部分ですかそれ。ぬくもりや光の記憶はあれとあれとあれ、我が妻の記憶は色褪せつつある。あの頃のおばあちゃん、かわいかったな。孫に微笑む顔、もっと見たかったな。おばあちゃんが食べる朝ごはん、自分で作れるようになったな。でも味噌汁の味だけはわしはおばあちゃんにはかなわないんだ。そうそう、誰であろうと。味噌汁狂信者ってことか、このおばあちゃん、おじいちゃん、どっちでもいいか、似たようなもんやろ、おじいちゃんもおばあちゃん、結局似たような見た目になってしまう。潜るタイプだ。なんか今一瞬飛んだよな。羽あんの？あばら続くと後ろに飛ぶのかな。くちばしだろ。なんでやねん、分かってんなら避けろや。わあ、スタミナがないよー。後ろに飛ぶ、落ちよった。あ、飛んだ。お、これ食らうダメージ。わあ、え、出た、これ。あ、かわせるかわせるかわせる。どこどこ、よくわかんない、すっげえよくわかんない。で、めっちゃうるさい、超うるさい。お、お、なんか、え、やべえ、なんかいっぱい出てきてね。わお、え、え、あいつ、うわお、継続魔。その代わりワンパンで死ぬ。バー、やめ、おばあちゃん、うわー、愛だけを見せたでござるよ。なに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 、第一形態、第二形態で大きく行動パターンを変えるということですね。私、君のことがまた一つ分かりましたよ、モータルシェル博士。おお、このモータルは第一形態と第二形態で大きく行動パターンを変えるんじゃの。全く新しい苔に気をつけるんじゃぞ。ああ、気がついてよかった。死来てる。やつらは、やつらは吸い寄せられるんですか。うわ、うるさい。うわ、すごいうるさい。え、回復してます？敵してるな、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 してるな。そろそろ終わり、そろそろ終わりだな。なるほどね、回復ギミックだ。いいだろう、回復した分削り切ればいい話。それだけ。うん、まあ弾いてもいいっちゃいいけど、
弾く利点はないな。俺の攻撃ターンはどこへ、どこへ、どこへ。わお、すごい端っこかも。それやりすぎ、めっちゃ音でかいねんて。それはなんやねんお前。通るまでやるつもりか。通らんぞ、行って。やばすぎー。待って、もうそれやめて。これで終わりだ。もう何も見え、全く何も、あのおばあちゃんの笑顔でさえも。あ、てめえにあげたもん返してもらうぜ。警告、ダークファザーの何とかを抽出すると、昇天する選択が与えられます。昇天を選択すると、この世を去り、フォールグリムでのゲームを初めからやり直し、強くてニューゲームのモードをプレイすることができます。昇天しないを選択すると、セーブデータはそのままでフォールグリムに戻ります。はい、はい。じゃあ昇天しましょう。喉仏を失礼。バー油？健康。あ、あれ。セイグか、効かない？俺にはまだ荷が重すぎたっていうのか？そんな！モータルシェル。エンディングということでね、終わりましたけども、ボリュームがさ、思ってたよりずっと少なかったね。俺は、ボス、まあ、5体、6体ぐらいしかいないからあれだけどさ、あのカマセみたいなグリズリーは多分どうせ中ボス枠だと思うから、グリズリー2体だけどさ、あれじゃなくて、各地にいた4体のボスと、最後のさっき戦ったおじいちゃんの中では、三人目に行ったあの赤い肌の金色の鎧着たやつ。あいつが一番戦ってて楽しかったね。ただまあ、そのさ、ソウルみたいなのをさ、集める必要がほとんどないじゃん。ってなるとさ、必然的にモブは倒さないじゃん。で、こっちはさ、スーパーアーマー一個もついてないからさ、モブと戦いたくないじゃん。の三拍子でさ、全く俺モブと戦わなかったね。一回一回駆け引きってやったらもう、面倒でしゃあないでしょ。あ、これもう最初に戻されるんか。もうちょっと、毒吐きたかったんだけど。このゲームに対して。いや、面白かったけどね。すげえ面白かったんだけど。思ってたよりその、武骨すぎたっていう。この鎧を着ると、ステータスが変わるっていうのは、俺結構好き、なんだけど、これ、例えばこれとさ、中性の鎖肩びら、ビロンビロンの装備とさ、これの装備、ステータス式にして、
これやったら、正直こいつなんて使い道ないよね。雑魚狩りするのにこいつで行くかっつってもさ、割と3発ぐらい耐えるから、雑魚敵は。ってなると、これ1体倒すのに、このフルコンボを決めないかんわけやん。で、このフルコンボを決めたら、スタミナがなくなる。で、常設された、何エストビンみたいな回復はないってわけでしょ。ってなるともう、この鎧の使い道はほとんどないよねっていう。それがちょっとかわいそうやなって思った。ただまあ、アビリティに関してはさ、もう、使わないじゃん。だって、このゲーム。撃つまでが長い、ゲージを2個使います。でもそのゲージを2回使ってパリーを2回すれば、HP 回復なり大ダメージなり与えられますよね。絶命みたいな性能してるから、アビリティは全部。まあ面白かったけど、もうちょっとボリュームと、どこに行けばいいのかをもうちょっとさ、わかりやすくして欲しかったところはあったね。まあでも、無料だと思えば、めちゃめちゃ面白かったですということで。じゃあモータルシェルは、この辺で終わりにしようかなと思います。じゃあ、またね。バイバーイ。お疲れ様でした。